はい、どうも皆さんこんにちは。群馬県伊勢崎市にある平田ドラム教室、平田直之です。はい、本日、ドラえもん簡単バージョンパート3ということで、本日は B をやっていきます。B が B メロですね。ここが一番難しいかなと思います。リズム難しいので、ちょっと言葉を使ってやっていこうと思うんですけども、はじめどんぐりっていうキーワードを使っていきます。どんぐりで、その後おにぎりですね。どんぐりおにぎりおにぎりおにぎりで一括りですね。でその後どんぐりどんぐりどんぐりたんたんっていうのが半分前半あります。でその後どんぐりおにぎりおにぎりおにぎり、その後は曲に合わせた方がやりやすいと思います。たんたたう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 たたんで、最後におにぎりだっていうのをやっていきます。じゃあ実際ちょっとドラムセットで説明していきます。はい、さっき説明したものですね。はじめここを使ってどんぐりっていきます。足も入ります。どんぐり、足はなるべく入れっぱなし、こう踏んだままがいいんですけども、大変だったらお休みしても大丈夫です。ただはじめのここのクラシンバルの時は足を入れてみてください。もう一回いきます。どんぐりで、その後おにぎりです。おにぎりおにぎりおにぎりっていう形でおにぎり3つで、その後どんぐりどんどんぐり3回ですね。どんぐりたん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 はクラシンバルになります。ここの時は足を入れてみてください。これが前半ですね。もう一回いきます。どんぐりおにぎりおにぎりおにぎりどんぐりどんぐりどんぐりたんたん。はい、で、続いて後半ですね。 B メロ後半、5小節目になります。もう一回どんぐりおにぎりおにぎりおにぎりって出てきます。でその後、歌と一緒ですね。たんたた歌歌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 歌で、最後におにぎりだって入ります。もう一回5小節目からいきます。どんぐりおにぎりおにぎりたた歌歌歌歌歌歌歌たおにぎりだ。じゃあ B メロを通していきます。どんぐりおにぎりおにぎりおにぎりどんぐりどんぐりどんぐりたんたどんぐりおにぎりおにぎりおにぎりたんたた歌歌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 歌おにぎりだ。この速さですねからやっていきましょう。で、実際はもっと全然早いです。ワン、ツー、スリー、フォー。どんぐりおにぎりおにぎりおにぎりどんぐりどんぐりどんぐりたんたどんぐりおにぎりおにぎりおにぎりたんたたう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 たたんおにぎりだ。はい、じゃあ実際音楽と合わせてみましょう。で、次からいきます。B メロちょっと大変ですが、ぜひ、繰り返し練習してみてください。ではまたパート4でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。